ファン旅行始まります。一箇所目は、時間的にもちょうどいいかな、12時20分なんでお昼です。お腹すいたね。お昼ご飯かな。お昼ご飯と伺っておりますが、何食べようかな。ご飯食べ行ってきます。キッズバーグでの満足。一箇所目に訪れたのはバーゲーム。冷凍加工品を一切使わず、地元の食材にこだわったハンバーガーと濃厚なシェイクが売りのお店。シェイクにおすすめのアルコールを、追加、トッピング的な感じで追加できるらしいです。バイソン肉のパテってか、にバーガー。これがバースデーケーキプラス、バニラウォッカだったかな。そしてこのなんか知らなかったんですけど、入りきらなかった分をくれるっていう、なんか最初何か分かんなくて、これがなんかあんまり綺麗じゃないものをくれたと思ったら、この入りきらなかった分をこっちに入れてくれるっていうことらしいです。初めて知った。全然吸えない。結構お酒の味する。うん、美味しい。日本ではあまり馴染みのないバイソンの肉ですが、アメリカ、カナダではポピュラーな肉の一つ。牛目牛科に属するバイソンは、クラスの乱獲により絶滅の危機に瀕していましたが、保護により生息数は回復しているという。しかし食用バイソンは野生ではなく牧場育ちの食用のバイソン。鉄分などの栄養価も高く、高タンパクな低カロリーな赤身肉。初めて食べるバイソン肉を使ったハンバーガー、そのお味は？バイソン肉ハンバーガーです。そうにしてみた。普通の肉となんかレバーの中間みたいな味がするかも。ちょっとだけ食べたことない味がする。あとでモノレールなのかな、あそこに行くらしいです。ファイト一発感あります。ファイト一発。ナショナルエイビアリー。エイビアリーってあんま聞いたことない単語だな。バーズハウ、バーズズー、鳥の動物園。ペンシルベニア州ピッツバーグにある国内最大の国立鳥類園。150種以上、500羽以上の鳥たちが生息しており、ペンギンの餌やりなど没入型の体験ができます。それにしても今回のツアー、なぜだか鳥に縁があるツアーとなってしまいました。嫌われてる。リヒト君嫌われてる。
Sorry. なんだろうな、なんだろうな、何かに似てるな。ここで問題。物陰からチラチラと様子を伺うペンギンさん。見つかってしまった彼が取った意外な行動とは。正解は開き直って栄養量。 Fish population to the point where the kind of just really support a lot.